で、右はあの、まあ、左アッパーっていうのは僕はあの右のアッパーだったんで、で、普通にこう打つ場合と、ちょっとスイッチして打つ場合と、2パターンあります。はい、で、対人の時に使うはこっちのアッパーです。で、こう打ったりすると、あの左の膝を合わされる。まあ、ほとんど、まあ、70% ぐらいの確率で被弾するかな。なんちゅう精度の高い人やなと思う。でこれ打つとやられるんで、わざと膝来るときに、こういうときに、ここにこう膝、ここにすり抜けて、こう打つ。これ。で、このときに、まあ、この膝に来て、足が出てくる。これ、あ、いい。で、こう、これでいくと、あの、二頭筋が邪魔するんで、できれば二頭を邪魔さすぞと思ったら、あの、まあ、縦かちょっと横は無理なんで、縦か斜めがいい。あんまり斜めすぎてもねじれるんで、ねじれるとまっすぐと走るんで、縦と横の斜め、ちょっと若干斜めに近い縦でこんな風に打つ。で打つ時にあの気ぃつけなあかんのは、一緒に伸びるとこれは力が死んでしまう。こう置いといて、あのまあ、おじいさんがこうなんかタバコの吸って、キセルにこうポンってこれ一緒でこう後ろにこう引くと中にここで全部あの全部していくんで、こういった時に一緒に行くんじゃなくて、行って後ろに逆に引くって見たらいけないです。これをどう、これは力、みんなこう伸びてると思う。これでこう行ってこっちって、これが結構こうやってこう本当腕とかで打たずにもう体で打つ。これが一番僕の一番よくやってた対人。ただあの港太郎の時とか、ポリットの時はこうやっといて置いてフック行って持ったまま、持ったまま、で持ったまま打つ時にあのこう気ぃつけながらの、まああのそうだったら、ダン・ヘンダースも入ったかな、こんな、あの、こうやってて、これを、ここ、あ、ちょっと力入れるな、こっち力入れると、相手も体硬着するから、効かないね。一旦わざと力入れといて、抜いて打つと、抜いたら、相手反応しない。それはよく、このアッパーの2つですかね。これを、まあ、やってみる。で、練習方法としては、みんなこう下がるの。僕はそこは知らなくて、あのこの横で打つの、横軸で練習をこうやって打って、こうこうやって1、2、3でこんな感じ。だからこれができると何ができるかというと、いちいちこう下げたりしなくてもこういってこのままパッといったら、だからみんなアッパーだとちょっとこれがあるの、僕はこのままこうやっといて肩をちょっと横に入れていっちゃう。だから普通のワンツーのタイミングで打てるぐらい。でもみんなちょっとこの沈みとかあるんで、そこをそうしないよ、こんな打ち方で打てたアッパーですかね。これでやるとね、普通にこう普通にこうワンツー打ってるのとわからない。これを やるといいんじゃないかなと。はい、ありがとうございました。セレがあの着替えれるように個室の、シャワールームを2つ2機用意して、まあ、トイレで買って、で履いていただいたらあのこの辺がなんかここの辺りが、マットスペースでこのマークとかも素晴らしいですね、はい、マークにも意味があって、はい、この心技体にさらにあの幸せ、心技体揃って幸せになるという意味で。なるほど、はい、でこれあれなんですか、ロゴ大阪町が近いから大阪の、はい、そういうそうなんですね。でこれがあの僕があのこれも静脈認証になってるんですけど、はい、これ殺菌室であの核の濃度臭い問題を防ぐために、ちょっと殺菌、ちょっとあんまり目に良くないんで一瞬だけつけさせてもらうんですけど、うん、こういった形で、うわ素晴らしいですね。へえ、まあ
道場臭い問題もこれで解決。道場臭い問題もそうですし、あれですよね、コロナ対策にも、はい、あ、そうですね、なりますもんね、殺菌して、あとはあの、はい、中に除湿機と、うん、あの熱風が出るようになってるんで、はい、あの乾燥に触っていただいて、あ、すごいですね、本当。あのね、これ、はい、本当に皆さんに知ってほしいのは、このガス式の乾燥機がすごい優れもので、はい、2着、3着が1時間ぐらいで乾くので、はい、本当おすすめです。こっちが南西の更衣室になってて、あ、ちょっと電気つけます。はい。あ、すごいですね。シャワー何気ついてるんですか、だって。4気ですね、はい。素晴らしい。で、あの、ロッカーですね。ちょっと大きめのロッカー、はい。はい、ですよね。あの、格闘家の人みんな荷物多いですよね。荷物多いんで。で、スーツの人もちゃんと入るように。なるほど。なってます。あ、静脈認証で。なるほど。絶対、あの、セキュリティをちゃんと、うん、入っていただいたら、素晴らしいですね。スタッフルーム入っとっちゃっていいんですか？あ、もちろん大丈夫です。素晴らしいですね。はい。おお、本当だ。すごい、ここで見れるようになってるんですね。そうですね、さっき見てたところ、吉坂先生と、はいはい、先生がいてて、みたいな感じになって、で、外からもこうなってて、はい、で、外から、あの、今、あの、入れないですってなったりするじゃないですか。はい、そしたら、これをね、通話をして、当てますって言って、ピッと押すと、あ、そうだ、ガチャッと開く。すごい、これなんか、あの、あれですね、はい、セコムさんじゃないですけど、なんかシステムの宣伝する方みたいになってますね、もう。そうです。素晴らしいシステムですね、これ。まあ、今開けてすごい。そう、あの、静脈認証に登録してない方とかもいらっしゃるじゃないですか。はい、はい、あ、なるほど、そうですよね。そういう時に開かないんで、うんうん、わざわざ下まで行かずに、ここで。こっちで。はい、休憩中。